こんにちは、タコです。8月4日水曜日、10時40分です。いいか。はい、ですね、特に今日話すことがない。明日からですね、フィンランドとロシアの結構近くに、国境の近くにある、イマトラという場所に行きます。2泊ですね。なので明日と明後日の YouTube はイマトラから撮りたいと思います。楽しみにしていてください。ため息ついてる人がいますけど、聞こえましたか今ね。旅行はですね、なんかそんなに、タブーって感じじゃなくてですね、フィンランドは、おそらく。マスクして、電車乗らなきゃいけないですね。これ、ラジオ。可愛くないですか？スピーカーももうこれ使ってるんですよね。パソコンのスピーカーというか、スピーカーないんだよね。これすごくいいですね。ラジオだし、僕はオフィスワーカーというか、オフィスワーカーなので、これスピーカーモノラルなんですけど、たまになんかデスクで、仕事机で、その何モノラルじゃないのってなんて言うんですかね、に何ね、L と R みたいなスピーカー置いてる人いるじゃないですか。なんか集中できるのかなと思いません？その音が2方向から来て、なんか僕仕事してるとき音楽かけれない。なんかあれらしくて、そのなんか読んだんだけど、本を、自分の好きな音楽とかかけちゃうとあんま良くないらしくて、その興味がない音楽をかけるのがいいらしいですね。なんで僕はラジオを結構ですね、かけて、ラジオとか何プレイリストとか、ちょっとなんか9割ぐらい興味がない音楽が流れてくるじゃないですか。で、たまにこの音楽いいなと思ったら、そのこのね、アプローチって Spotify が一瞬でできるんですよ。このね、スピーカーを置きますけど、このさ、分かんないな、このさ、このパスコード、このさ、ここに Spotify のボタンがあってですね、これをもうポンと押すとですね、間違った、全然何してんだこれ、こう押すとですね、Spotify がワンタップで起動するんですね。なので、仕事中に気になった音楽があったら、これをポッと押して、で、その音楽、それがでも記録されるんですね、この Apple Watch に。なんで、その音楽が何かって、その時には、確認しなくていいわけですよ。で、溜まったら、なんか、この iPhone で、Spotify に飛べるのかな。なので気になった音楽は後で Spotify にすぐ飛べるようになるっていう快適なシステムになっているので、仕事中気になる音楽があった時もその時調べなくていいというですね、ポッとワンタップするだけでいいという
素晴らしいですね、アップローチは。アップローチのレビューとかしたいな。やっぱり僕なんだかんだガジェット大好き人間なので、アップローチの話をしたいなと思うんですけど、まあまたそれは今度で。なんで明日ですね、イマトラからお送りします。じゃあまた。